7月4日木曜日より放送される、日向坂46、加藤志穂と森環奈が、W 主演を務める、ドラマトック、彩香ちゃんは、ひろこ先輩に恋してる、毎週木曜夜0:59-1:29ほか、MBS ほか、ハシュメロによる、OP 版主題歌、パレットに載せた、番組予告映像が公開された。ドラマトック、彩香ちゃんは、ひろこ先輩に恋してるとは、主人公の宇佐田彩香、加藤は、同じ職場の加納ひろこ、森が大好き。しかし、日々アピールするも相手にされず。一方、みんなの憧れであるひろこは、実は相当な、女好きで彩香の積極的なアピールに、ドキドキしっぱなし。お互いをのんけだと思い込んでいる二人の勘違いは、さらなる勘違いを呼んでいく。絶対に諦めない後輩、絶対に落とされない、先輩の恋の模様を描く予告映像を書き下ろされた、OP 版主題歌、パレットは、絵の具を混ぜ合わせる道具、パレットをテーマに、様々な色で試されていく気持ちを本作で描かれる、じれったい日常に重ね合わせた楽曲。ポップでリズミカルなサウンドの中に登場する、試されたという歌詞のリフレインが、印象に残る、本作のキュートな世界観と、カラフルなキャラクターに、ぴったりの楽曲となっている。予告映像では、絶対に諦めない後輩、彩香ちゃんと絶対に落とされない先輩、ひろこの、すれ違いがすれ違いを呼ぶコミカルでじれったい日常が明かされるほか、俳優、タレント、モデル、ライター、YouTuber 等国内外で活躍する、レズビアンインフルエンサーが集結して、当事者で描く、レズビアンイベントシーンも公開された。ハシメロより、コメント、彩香ちゃんは、ひろこ先輩に恋してる主題歌を担当させていただきました。ハシメロです。この楽曲は絵の具を混ぜ合わせる道具、パレットをテーマに作りました。いろんな色で試されていく気持ちをこの作品の、じべったさに重ね合わせて楽しんでいただければ、嬉しいです。ラブコメ最高。よろしくお願いします。